はい、どうも矢田です。マサです。今回は GoPro 9のケースを2種類ご紹介します。キーワードはやわと肩です。ぜひ最後までご覧ください。はい、改めまして矢田です。マサです。今回もね、朝7時半に収録しておりますけれども、はい、めっちゃ天気いいですね、今日は。そうですね、先週はだいぶ雨が続いておりましたけど、今日はいい天気という感じなんですけども、はい、今回はですね、GoPro 9のケースを2種類ご紹介するんですけど、まあ、はい、ね、何を買ったことは以前ご報告済みでございますけれども、はい、私毎回毎回ですね、はい、ケースを買っております。もう6の頃から、はい、で8に至ってはですね、はい、重装備ですねなんかもうこれ GoPro なのかっていう軽さを完全に殺してますよ。そうなんですね。でこのケースもそうだし、はい、でこの上のね、このちょっと上げ底にしてるんですけれども、はい、この三つ股のホットシュー、はい、これもウランジさんなんです。まあ、広角だからこれぐらい話した方が。そう、このマイクもウランジさん、はい、でこのマイクのね、これはまだいいんですけど、はい、ウィンドジャーマー、はい、モフモフつけると、はい、これでねちょっとね傘をね稼いであげないと、広角なんで入ってきちゃうんですね、はい、そうなんですよね。でこれでもうほぼほぼなんかウランジさん尽くしという感じなんですけどね、はい、あ、そこで増田も報告が1個あります。何でしょうか。なんと増田もウランジデビューしました順序を話すと、まずとある方に GoPro Max を譲っていただいたんですけど、まあそれに関し対してケースが必要だなと思ってケースを探したんですよ、Amazon で。そしたらなかなかいいのが見つからなかったんですけど、偶然ウランジさんのこのケース、うん、このケースがあったんで、うん、ポチりちゃいましたそうなんだよね、自分はもうこれはぶっちゃけ俺のマックスだったんだけどさマックスってちょっと書いていい、うん、どうぞ。レンズキャップ、はい、これ絶対なくすじゃんそうです、これ絶対なくすっていう、もう 100% 保証されてるようなもんなんですよね、はい、でまあ奇跡的に私の手元にある時にはなくならなかったんですけれども、はい、まあこれでね持ち運ぶのはちょっと怖いですよね、はい、まあもちろんこれをした上でケースするのが一番いいんですけれども、はい、ね、これだけだこれだったらもうこうしてもそのまんまカバンに入れとくで取る時にはピッて、うん、って出せるんで、うん、そうですよね。やっぱり外観全部包んでおけるとだいぶ安心感が違う。これ後ろもやっぱモニターがあるからね、はい、そういうのもう全部守んなきゃっていう、うん、そういうのはありますよね、はい、まあ、知ってる人は知ってますけど、これまさかの増田が西新宿の生垣に忘れて帰ってくるってそれが巡り巡って増田のところに来ました別に責任を取って買わせたわけじゃないんだ選ばせてもらったんですよね。そうです、だいぶ悩んでましたけどね、はい、でもう一個買ったものがあるんですよ、はい、矢沢さんの動画で以前紹介したやつなんですけど、はいはい、あ、なんか見た覚えです、はいはい、まあ、買った理由としては、うん、ちょっとやっぱ純正がちょっと高いので、まあね、はい、これ買って、しかもこれ多分純正よりちょっと長いんじゃないですか。これ一応純正なんですけど、はい、これはよいしょ、一緒だった、いやでも若干長いかな、はい、うん、1センチぐらいですけど、はい、でまあ、あとこの赤のとこがおしゃれで、そうですね、これなかなかウランジさんのなんかトレードマークというか、はいはい、あとここが回るんですよね、ここ、これ多分回んない、うん、そう、まあ前後だけだね、自由運転じゃないからね、はいはいはい、っていうのがやっぱりこっちが良かったっていう決め手になって、あ、まあカメラでも言えるんですけど、はい、サードパーティーが純正を超えてくるっていうレンズとかありますね。ありますよね。しかも安い値段で出されてしまうというところでは、まあ純正メーカーはなかなか辛いところかなと思いますけど、ね、まあ何でしたっけ、機械類のところはちょっと怖いですけど、うん、こういう、まあ、そうだね、パーツ部分だったら全然大丈夫ですよ。はい、はい、これも8とは思えないっていうそうですね、マックスよりなんか分厚いこれも GoPro じゃないよねっていう感じになってますけどね、はい、まあ、これぐらい、まあ、ウランジさんの商品だけでも拡張性があるということなんですけれども、はい、で今回はですね、はい、GoPro 9のケースを2種類ご紹介していこうと思うんですけれども、2種類あるんですね、はい、でオープニングで、肩とやわと言いましたけど、はい、やわの方から、はい、やわらな、やわ、これなんですけども、はい、お、まだ開けてない、はい、ガチ開封でございます、はい、でまあ開けていきたいところなんですけどね、はい、こんな感じになってます。おお、柔らかい。そう、これはもう柔らかい、ウレタンなのかな、素材的にはね、
こんな感じで柔らかくなっていて、はい、でこれはもう丸ごとすっぽり入れられる感じですかね。でレンズキャップもちゃんとついております。おでこれもなくさないようにここにちゃんと、ね、穴があってっていう感じですかね。ですね、はい、やっぱゴムだと、ゴムというかこの柔らかい素材だとなんか、うん、衝撃吸収なんで安心ですよね。そう、これあるとないとでだいぶ違いますよ、ね。はい、いくらもアクションカムとはいえね、はい、でこれはあの脇にここに紐が付けられて、はい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 、ストラップって感じでしょうか。まあ首にぶら下げるぐらいの長さなんじゃないかな。よいしょ、ね、ですね。あと手首に巻いたりとか、うん、長さ調整もできるし、そんな感じでね付けられる。意外と自分こういうストラップ付けないです。手首に付けとけれて、うん、落とさないっていう安心感。確かに。でここもあのちゃんとね録画ボタンが押せるようになって、おでこっちもちゃんと、はい、これケースつけたままここが密封されてるけど、はい、でもちゃんとスイッチが押せるっていうところがこの柔らかいケース特有のお、うん、ですよね、はい、これが一つおすすめですよっていう感じ、はい、でもうすぐ脱がせますけど、はい、見てみましょう。はい、そちらでお願いします。はい、で2つ目なんですけれども今度はあの肩の方ですね。はい、硬、はい、い方、まあ普段のケースも硬いっていう確かにでこれはですね、よいしょ、開けますね。これも私もガチ火力なんですけど、なんか何が入ってる、六角とかいろいろ入ってますけど、ネジもある。なんだろう、ね、今までのネジつけたりとかはあんまりなかったけどね。おお、なんか重量感がすごいですよ。でかい。でかいね。まあもともとあのナインは筐体自体がでかいんですけど、はい、かっこよくなってません？にしても持ってみますか。なかなか重たいですね。これあのなんですかね、想像してたのの 1.5 倍は重いですよ。かっこいい。そう、実はこれ売り切れ続出なんですよ。マジっすか、うん。なかなかちょっと手に入らなくて。はい、これあの、まあ、ブランジさんからご提供いただいたんですけど、はい、現状最後の1個ですって言われて、そうなんです。だからそれぐらい、まあ、もちろんこれをご紹介している時には、はい、ちゃんとあの在庫がね揃った状態でご紹介してるんですけれども、はい、まあ、そのぐらいやっぱり供給が間に合わないっていう、はい、まあ、柔らかい素材もそれはいいんですけども、はい、まあ硬い素材、硬い素材のこのメタリックな、ね、マットのメタリックというところがなかなか、はい、一番好きです。そうですよね。でこれじゃあちょっとやってみますか、はい、どうしたらいいんだろうか。まずどこか、これを外すのかな、はい、で今までの流れでいくとこの後ろのパネルがバロッと変化するんですね。でもうこれ外しちゃっていいんですね。あ、そうでした、先に外すべきでした。いいよいよ。若干ねこれ難点がね、はい、これ押し出す時にね、うん、レンズとモニターを触らなきゃいけない絶対拭かなきゃいけないっていうの作業がありますけど、まあ、それは手袋してやると手袋するぐらいだったら後で拭いた方が楽ですよ、はい、それ外すの怖いしました。はい、先にじゃあ外しといた方がいいみたいですね。それで改めて入れていきましょう。よいしょ、2回目はもうなかったんですよ。でこれちゃんとねここのところ保護するスポンジ、はい、干渉剤でいいところはこれ C のところ穴開いてるんですよね。ああそうだね。まあその分あの防水性は欠いてしまうんですけど、はい、でまあはめ込みましたら、はい、脇からこれをねスライドさせてくつっと入れること。とおお結構かっつりいきます、ね、かっつりいきますね。これ上からこういう感じで、はい、おお、うん、今のところネジ使うとこないですね。これですよね。だからこれきっとあの下のシューマウントのところ、はい、これをこれでくっつけるんじゃないかな。なるほど、こういう感じでね、はいはい、じゃあくっつけちゃいましょうか。って感じでつけました、はい、なるほどね、はい、やっぱなんかカクカクしてるんですね。見た目はかっこいいですね。はい、エイトの方ももちろん全然かっこいいんですけど、はい、こういう感じになっておりますけどね。蓋周り大きい、だいぶ重いけどねこれちゃんと下にマイクのねこの変換端子ちょっと引っ越し、はい、引っ越しさせてみましょう。はい、よいしょ、じゃあ抜きまして、まあ、要は自分がねケースを買う一番最初の理由っていうのはこのマイクのねこの 3.5mm ピンを変換するためにこれを買ったんです。これ純正なんですけどね、
これがね、あのブランブランするじゃないですか、はい、これだけだって絶対ここの端子痛むし見た目も良くないしっていうことでウランジさんこのケースにたどり着いて、はい、これはいいぞというところで買ったのが最初なんですよ、はい、でまあその後もねこれやっぱり手放せなくてケースを常に台が変わっても買ってるんですけれども、これもねちゃんとこういう風になっていて、はい、これでもマイクつけられるようになりました、ね、でさっきもこれじゃあこれも引っ越しいつまた塩からこれもこれ自体もね前にご紹介してますけれども、ちゃんとねこういう三つ股で横にもつけられるっていうやつなんですけど、これなかなか実はあの地味に優れものなんです。広角レンズ使う人はねやっぱりこれあった方が絶対いいですね、はい、で脇からこれがこう入れられるようになると、また大きくなりましたね。また大きくなりました。でまたグリップをしつけちゃうとまた結局まあボディが大きいからさ、はい、結局まあなんだろうねより巨大化していくっていうね、はい、さっきまあ増田が見てたあのね、はい、ウランジさんはグリップの方もたくさん出してらっしゃいますので、増田が持ってたウランジさんのあのやつもまたちょっと概要欄から今ご紹介したもろもろのやつもちょっと概要欄からリンクを貼っておきますので、ご興味のある方はぜひ見てください。はい、って感じでまあ仕上がったっていうか、こんな感じになると思います。はい、どうですか重さは重さ前より重いんですけど、はい、でもね自分はねちょっと重い方がいいんですよ、うん、なんていうかなこのずっしりきてる方があのなんていうかな安定する気がするんですよね。あんまり軽いより軽いと結局自分の筋力で 100% 支えなくなっちゃいけなくなるじゃないですか、はい、重さだとある程度重力に任せてこうやってね、うん、脇締めてやってれば全然、はい、あと、まあ、重いって言ってもミラーレスやら一眼レフに比べて所詮ね、はい、所詮ですよ。むしろ持ってみてください、はい、あ、本当だ、なんかいい感じいい感じでコンテージぐらいはありそうそうですね、はい、まあ、でもこれぐらいあった方が矢田さん言うとおり確かに重力に任せれて、そうなんですよ、うん、だから自分を決して、まあ、頭の上とかねバラエティ番組みたいにつけるときはあれですけど、手持ちで撮る分には全然このぐらいの方が自分は好きですけどもね、はい、こんなにだって GoPro 長時間こんなに撮ることあんまないんで、はい、なんかこれ見た目もやっぱかっちょいですね、はい、黙ってると GoPro って思わないよねってそうです、見た目いいんでなんか違うカメラに見えちゃいます、うん、そうなんですよね、まあ、例えばこれね三つ股なんで脇にもつけられるんで脇の方が見た目かっこいいかもしれないね。そうですね、うん、上につくとちょっと高さが高いです、はい、これぐらいだったらまあ多分蹴られないと思うんで、はい、でウィンドジャーマンつけるときに上につけると、うん、そうですね。今回 GoPro9 のケースね、ウランジさんのケース2種類ご紹介しました、はい、まあ、たまにこういうね商品紹介もしておりますんで、はい、よかったらこの機会にチャンネル登録などをしていただけると、便利グッズが、見つかるかもしれません、はい、まあそんな感じでしょうかね、はい、はい、以上矢田でした。